M2 ジャンクション第87回目放送。はい、名古屋を中心に活動する劇団サークルその他もろもろの集まる交差点スタジオから生放送でお送りしております、メインパーソナリティは私 MJ が務めさせていただきますので皆さんどうか最後までお付き合いくださいませということで、今生放送でねお送りしておりますので、パソコンとかあとは、ね、スマホとかでもあの書き込みできるんですけどパソコンの方多分右の方あっちの方にですねチャットの画面とかですね出てると思うんですけれども、はい、そちらのねあの書き込んでいただきますとこちらスタジオで拾っていきますので、はい、ぜひぜひね書き込んでねいただけたらね、そうですね、そうですね、そうですね、もちろんです、ね、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずね今日来ていただきました。もう実はもう今日のねゲストさん皆さん一緒に入っていただいてるんですけれども、まず、久々というかちょっとぶりなんですけれどもあなた誰みたいなぶっちゃけ誰みたいなね感じで、そうですね、はい、前回の時は多分茶髪だったんでしたっけ。そうでしたね。これがもうだいぶ長かった、だいぶ、長かったのがこう丸めましたね。丸めました、はい、森レジェンドゆきさん、はい、よろしくお願いします。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 前は、まあ、コント公演という形で来ていただいて、ね、はい、まあ、ユニットというかね、はい、来ていただいたりしましたけれども、はい、今回はまあルックスも変わり、そうですね、あれなんか手に何か持ってる、あ手に何か持っているということは、実はねもともと以前来ていただいた時からお話はしてたんですけれども、はい、もともとは別にそのコントとかその演劇とかをされてたわけではなくて、もともとはミュージシャンだ、うん、そうなんですよね、うん、しかも東京とかそちらも、ね、そうです、東京近辺をもうね、うん、網羅してる、網羅してる東京近辺網羅してからの名古屋で演劇みたいな、そしてなぜかコントを始めたこれなんとね、そうね、流れがすごい始めて、でもやっぱり俺の原点は音楽だからっていう、はい、ああ、うん、なんですよ。で実はね今回来ていただいた、まあ、告知の内容というのがもちろん、はい、その音楽イベントというかね、まあ、ライブと、はい、じゃあちょっとねチラシが今回ないもんですから、はい、改めてちょっと告知画面になりますけれども、うん、見ていきたいと思うんですけれども、うん、こちら、はい、森レジェンドゆうき、はい、おお、ね、すげえなこれ、なんかワンマンライブっぽいですけど実は、まあ、神様みたいになってお、ミュージックライブワークアウト、はい、そうですね、ボリューム6ということで、はいはい、こちらはどんなワークアウトっていうとなんかすごい、まあ、頑張るなんかすごい、まね、なんかトレーニングとかワークアウトなんて、ああそうね、まあ、トレーニングはしないんだけどね、しないんだけどもそうワークあのね、はい、ですね立ち上がったばっかというか作られたばっかなんですよ、はい、このアニメツオースさん、うん、あそうなんですか。で、はい、そのどん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 知名度を広げていこうよっていうことでこのワークアウトの企画があって、うん、でまあ、はい、そのノルマとかも一切ないんでとりあえず初心者の方々とか気軽にちょっと出てみませんかライブハウスにみたいなのを、うん、こう目に見まして、はい、よしこれちょっと行っちゃおうかっていう感じで行ったらすんなり通って、あそうなんだ、なんか抽選とかあるのかなと思ったらすんなり通って意外と、はい、まあ名前でもレジェンドみたいな、レジェンドですどんなもう負けちゃいけないからあレジェンドですって言って、はい、よろしくお願いします、だから出るしかないよ君みたいなって、ああでそれ決定した、もう決定、その時ちなみにまだ茶髪まだ長かったとか、あの時はどうだったかな、はい、あの時はそうなんじゃないですかね、多分、うん、あれそれっていわゆるオーディション的なものもない、ないあ何か例えばその、はいはい、もう行って、もうそのままもうちょっとCD とか録音して持って、あ、はいはい、あ一応音源はね、そうです、うん、で聞いてもらって、うん、でまあ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 いいじゃない行っちゃいなよみたいな感じであざあざみたいな感じで、はい、もうものの数20分ぐらい決まったんじゃないですか、あ結構早く、もうパパッと決まった、はい、でこの、まあ、イベント、まあ、ちょっとね今森レジェンドゆきの字が大きいですけども、ああいやいや、まあ、もうレジェンドの部分じゃないと思う、レジェンドなんだ、まあ、なんか確かにレジェンドの方がフォントが大きいじゃないですか、そうレジェンドフォントからいかないと思うまずはフォントからそこねそこですね、まずはフォント、はい、でどんな、まあ、イベントなのかちょっともう一度なんですけれども、まあ、お一人ワンマンではなく、ワンマンではない、はい、今のところですね、うん、他に3組かな、出る、はい、出ていただくはずなんですけども、うん、まあ、その対バンといいますか、はい、いろんな方々出ていただいて、うん、その一角として30分、はい、私レジェンドがこう演奏して30結構長くないですかね、まあでもどうでしょうね、うん、まあバンドとしてはいい気がしますけれども、まあギター1本で、ね、突っ込んでいくんでね、うん、まあ、あギターあということで、まあ、今回来ていただいて、まあ、今アコギですかね、まあ、エレアコというかエレアコですね、持ってらっしゃいますけれども、実際その舞台じゃないステージではどんな、うん、
もちろんこのエレアコで。あ、エレアコで。これ一本で。なんか僕もね、あの写真でその今回そのイベントの、 あの他の対バンの皆さんの写真だけちょっと見たんですけど、はいはいはい、結構そのバンド的な感じの人もいたり、まあ、そうですね、バンドの方もいたりとか、ユニットみたいな、そうです、みたいな、ボーカルのデュオみたいなのもいたりとか、あ、そうですね、っていう感じですよね。うん、まあでもまあね、バンドじゃないしね、バンドでもないしね。はいはい、まあ俺にはこれしかねえから。うん、これ引っ下げて行ったら通ったんだから、うん、これ引っ下げて通らないとね。あ、それがレジェンドじゃないの。あ、噛んだレジェンドじゃないの。それがレジェンド、大事なとこはね、何かレジェンドって言っちゃうんだよ、レジェンドレジェンドじゃないのそれが、はい、っていう感じで。あ、まあギター一本寂しいかもしれないけど、ね、うん、でもそこはもう結構歌がなんか前面にね出てきそうな感じはしますけど、もう魂込めて歌えばね、うん、大丈夫なんじゃないの。もう全部オリジナルでいくんで。あ、そうだ、結構なんかそういうのってカバーとかね、なんかありそうなイメージがありますけど、うん、挟んでいくと思うんですけど、うん、もう私レジェンドは全部オリジナル。ということは作詞作曲、ああもう私は普段結構されてもらったというか、昔からというか、それはされてた。まあそうね、ミュージシャンの頃からやっぱ曲がこう湧いて出るっていう、うん、寝てても起きてても飯食ってても何にしてメロディーが頭の中みたいな、はい、こうメロディーメーカーだよね。メロディーメーカー、メロディーメーカー、はい、メロディーは任せてっていう。あ、そうですか。で前ね、確かそのイベントでもそのアフターイベントとして、まあ、演奏されたり、あれ、そう、あの時は確かバンドでしたっけ。いや、もうこれも私一人で、あ、ギターで。おー、あ、でもその前の前かな、その前、前、はい、コントライブの時は僕、はい、このギター一本でやりましたけど、うん、その2月ぐらい、今年の2月ぐらいにやった、ね、そのディバースでやったこの公演っていうのは、はい、あのみんなで楽器持って演奏したりとか、はい、もう一人あの辰巳っていう男とこう、うん、2人でやったりとか、うん、あともう一人キッコーっていうのもいたかな、はい、でやったりとかっていう、いろいろ、まあ、バンドスタイル的なは皆さん、はい、まあ、ユニットこういう感じで自分一人で歌ったやつもあります、はい、後からこう仲間がこう後ろから出てきていただいて、うん、もう歌っていうのは僕とこうギターでって感じのはありましたけど、うん、結構そのアコースティック系が好きというか、まあ、ロック前はね、ひたすらロック、ひたすらロックスター的な感じで、ロックスターって感じで、まあ、なんていうロックかなんだって言われると難しいんだけど、うん、まあ、いわゆる魂の叫び、自分は、ね、叫びたいことを叫ぶ、そう、あ、それがロックだね、そう、それがロックンロール、要するにロックンロールだね、じゃあ、要するにロックンロールだね、じゃあ。はい、でも散々の内田坊やさんみたいな、もう内田坊やじゃん、内田坊やって何か坊が入ってるじゃん、関係入ってない、内田ピーヤじゃないから、そうピーヤじゃねえからって、小島ピーヤになっちゃうじゃん、そうもうどんどん出てくるけど全部違うから私はレジェンドだからね。ちなみにじゃあ今回 の, その歌の、まあ、曲のタイトルというか、なんかどんなタイトルが、はい、まあ、今回、まあ、このスタジオでもちょっと演奏させていただく、なんと、はい、歌っていただけるんですか。あ、もちろんギター持ってるのに歌って、もちろんやっぱり歌って、おかしいですよ、ギター持ってたから歌わねえとしょうがないそう、これね、もう1曲ちょっと、1曲ちょっと、はい、あの演奏できたらなと思うので、はい、ちなみにタイトルは、その曲のタイトル、今日やる曲のタイトル、はい、アライブって、アライブ、おお、それはまあ生きてるぞみたいな、まあ、そのままね、ね、世の中はね、そう、ざっくりな、どんどん落とすね、そんな、まあ、いわゆるその生きるっていうね、あ、うん、皆さんね、ここにいらっしゃるってことは生きてらっしゃるってことなんだと思うんですけどね、うん、世の中はこういろんな人が生きてますけれども、うね、うん、こう自分も今この世の中に確実に生きている、うん、で、その自分がこの生きてるってことは自分を見つめた作品ですよね、はい、うん、で、まあ。こんな俺っていうのは果たして生きる価値はあるのかっていう、うん、そういうのをテーマに世に問うた、うん、なんで自分のこう思いをこう叫んで、うん、それでもどうかい、君はどうだい、うん、皆さんどうだい、生きる、うん、俺こんな俺は生きる価値があるのかと、うん、皆さんと比べてねっていう曲ですよね、うん、なんか真面目に言っちゃいましたけどね、ね、はい、いやそんな曲、そういう曲で、そういう曲、そうですよね。じゃあぜひね、そこで聴いてみたいと思うんですけれども、じゃあお願いできますでしょうか。もういいのかな、いいでしょういいでしょう。じゃあよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。この位置はこの辺ですかね。はい、します。ちょっと下がってもいい。この辺かな。いや、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、森ジェンド。モリュレジェンド。モリュレジェンド勇気。アライブ。アライブ。欲しいものは手に入らない。小さい頃から負け組な気がする。そこの姉ちゃん訪ねてもいいか。君から見えてる俺はどんな目をしている。働き
幸せになりたい。中人よ答えてください。君が背中に背負ってる重みは夢って扱い。とりあえず今呼吸をしている。とりあえず今仕事に向かってる。明日へと向かってるなあ。君はどうだ、君はどうだ、君はどうだ。幸せだって言うけど、それなら自殺するバカなんていねえだろう。生きてるだけで丸儲けならば、繕わなくても愛さなくても戦わなくても泣かなくてもいいだろう、いいだろう、いいだろう。とりあえず今呼吸をしている。とりあえず今生きてる、生きてる。とりあえず今家族を思ってる。なあ人類をお尋ねします。ガラクタばかりの俺は生きる価値はあるか。愛しい、聞いてください。どうしようもない俺は君が好きだ。聞いたところはもうラブソングかな。まあね、読み通ってね、そういった部分はその熱い思いみたいなのもありますけれども、テキストを含まりながらいろんな叫びが入ってるって感じですよね、うんうん。そうですね。結構どうですか、ラブソング系が多いとかご自身で書く曲？いや、ラブソング系あんまり、あ、ないですか。実は書かないんですよ。うん、こうあくまで自分がこう思ってることとか、うん、世に対して思ってることとかをこう言っていく感じなんで。うんうん、結構なんていうか不満というかね、あのその社会に対するみたいな、うん、不満とかこう、もちろん特定の人にこいつムカつくなっていうのをおしゃれしたりとか、まあ、ざっくり世の中に対するこう不満や疑問をこう書いたりとか、うん、こうムカつくやつの気持ちになって考えて作ったりとか、逆のパターン、うん、そういう曲とか、あとやっぱりまあ自分のことを思って、うん、まあ、自分が今欲しいものこれだな、これに対する思いをって感じで、とにかくかっこつけるとかじゃなくて、うん、それを赤裸々に表現して、もうそのままどんなことであろう、うん、って感じ。結構そのモチベーションってそういうところあるかもしれないですね。やっぱりその嫌な、まあ、なんかいいことばっかとか、なんか好きな、なんか好きな人ができました、でそれに対してももちろんできるけれども、結構嫌なこととかそういうことの方がね、結構いろいろなんか浮かんできますから、ね、嫌なことの方が耳に残るっていう。うん、けどそれをね、なんかそのまま受け止めて、ただなんか暗くなるんじゃなくて、まあ、そこはもう跳ね返してでも行こうみたいな、跳ね返しても行こうよって行こうよってことで、はい、そのとおりで基本的にやっぱりそういった曲が、まあ、今回でも何30分ですよね。30分なんで、結構ありますよね。4曲ぐらいか、もしくは5曲ぐらいだと思うんですけど、うんうん、まあ、今回のこのアライブも含めて、はい、まあ、やっていったりとか、まあ、うん、今 YouTube とかにもまあ出てるんで、あ、そうなんですね、ミュージックビデオとかも、うん、はい、そういうのを歌とか歌ったりとか、はい、
結構そういうテイストをねちょっとそこで改めてビデオで見てみると、うん、やっぱこういう感じなのかなっていうのが結構やっぱその何ていうかライブの方がこう気持ちが出しやすいというか、ああそうか、はい、こうガーッとこういけるんで、うん、こうなんか例えば撮ったりとかしてると難しい、うん、ああ、うん、気持ちをこう出すのが、まあ、これは自分の表現欲不足でもあるんですけど、まあ、もっとガッとこう出せるのはライブなのかなと思うんで、まあ、そうですね、その、ね、コントライブとか、うん、その、まあ、数は少ないですよ、うん、その2月の公演の後とかちょっとやらせてもらったりしましたけど、はい、やっぱりこう普段とは違う自分が出てくるというか、この熱いものがやっぱありますよね、うん、ライブ立つと、うん、なんで、まあ、それがやっぱ楽しくもあり、うん、またやりたいなって気持ちになる、ね、ああ、やっぱりその生とね、今その今日生で今のこの時間、うん、まあ7時20分過ぎぐらいでね、うん、はい、20分過ぎに今生でご覧になってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、あ、はい、まあ、あとアーカイブでねご覧になる方もいらっしゃると思うんですけども、そうですね、やっぱりちょっとその映像とかになってしまうとちょっと平面というか、あと写真もそうですけど、まあ、もちろんその映像でもいいんですけど、うん、まあやっぱライブにはライブの良さがあると思うので、そうですね、まあ、ぜひそのこれちょっとでも興味出た方はもう来ていただいて、うん、はい、こう俺の生き様というか、ね、うん、今の、うん、この叫び思い妬み口、うん、聞いてください聞いてください最近の森さん何考えてんだろうって来たら、もうライブに行ったらもうそれをもうそれが全てなんで吐き流してくれるっていう、もう全部吐き出す気持ちでね、うん、いわ初ですからね、ライブハウス立つのは初ですから、ね、あ、そうなんだ、もうな、はい、ライブハウスこの森以上の勇気として立つのは初、あ、そうか、うん、その過去のミュージシャンとか、そのミュージシャンだった頃の、うん、バンドやった頃の俺は、うん、俺じゃないというか、ああ、もうそれはもう脱ぎ捨てて、それはもう脱ぎ捨ててるんで、うん、もう結構ね、その前この間 の, そのコントライブ、その前の公演とかご覧になった方で、まあ、あの森さんをっていうことでなんかイメージしてる、もうルックスだけでもだいぶね、そう、その東京の時東京の頃に俺を見てた人たちは、まあまあ、全然違うでしょ、うん、あの時はもうなんかちょっと前に見たけどだいぶ違いますけどね、ぶっちゃけそうね、そうね、そうね、そうはい、なんなんでしょうね、これ高齢行事になると困るんですよね、あ毎回毎回毎回なんか変わるとねこうついていけないから、自分も弱くなれたんだから、うん、でもなんかやっぱり全然違うというか、まあ、あとはその、まあ、ライブといえばね、間をつなぐ MC とか、そうなんですよ、それありますよね、そうなんですよ、一人で立つとそのなんていうかバンドメンバーに振るとかできないじゃないですか、そう、もう一人で漫談みたいなね、漫談みたいなギター漫談みたいな、ちょっと初めとすると「あ、そういえばね」とか言ってたペンペンって言って、初めんだってツッコミもないからずっとやるよ、そうそうで30分のブザーなんですか、曲行けよっつって、あれ、あれみたいな、すいません今日はこの辺で、番組みたいな、まあ、それもちょっとねないよね、そんな音楽来たいから、ね、そんなことはない、そこは曲来たいからね、曲をちゃんとやります、はい、はいはい、じゃあそこを楽しみにしたいと、もちろんね MC も楽しみにしたいと思います、あ、もう私のね、あの喋りをね、あ、しかもトップバッター、トップバッターなんとみたいです、どうやら、ね、結構そのプレッシャーがかかるというか、18時からですよ、だから、うん、結構もうこれからね暖かくもう場を盛り上げていかないといけないみたいなところあると思いますけど、もうね、そうですよね、トップバッターなんで、うん、そうですね、今まあ派手に散ろうぜってことでね、散るんだよ、玉砕しちゃう、いやいや、もう散って散ってすぐ砕けちゃう、すぐ再生するから大丈夫です、再生するから、そう、すぐ再生できるから、そうですね、バラバラになったらすぐになるから、もうはい、じゃあ組み立てね、組み立て組み立て組み立て、そう、楽しみに皆さん聞いてみてどうですか、スペースボックス、ああ、ありがとうございます、初めて聞きました、スペースボックスの皆様、はい、結構ね、なっちゃんは、まあ、なちゅりさんは、はい、ライブとかは普段行ったりとか、ライブちょっと苦手で、あ、そうなんだ、結構なんていうか人がゴミゴミしてるっていうか、いるとことか、大きい音とか、乗り方が、はい、あ、なんかちょっと踊り、こんな乗りじゃないよ、ね、ちょっと70年代の危険な、今おいくつですか、なんて生まれてないよねみたいな、はい、なんか決まった乗りとかあるじゃないですか、大体、あ、まあ、振りからしてなんかね、うん、いらっしゃる方、うん、でそのファンの方がもうなんか決まった合いの手とか、ああいうのに多分ついていけない、あとはデッキがちょっと、ああちょっとね、ずっとオフスタンディングとか結構きつかったよね、はい、ね、そうか、ね、あんまり見たことないです、でもね、ライブなんて結構自分のノリでね行っちゃえば、別にその、まあ、たまにもうすごいめちゃくちゃのノリして、まあ、うん、迷惑なくてたまにいますけど、ファンで、ね、そう、ワンマンだったら分かんないですけど、うん、いろんなね、バンドの方のライブとかだったら、うん、そうですね、いろんな人がいる、うん、なんか多分聞いてなくてこうシーンとしてるのもいるでしょうね、うん、全然そこも聞き込んじゃってね、いるでしょうね、人もいるし、うん、まあ、普段その前にその歩い立っている方もいれば、まあ、そこのファンじゃない方はちょっと横に入る、もうちょっと休憩ですよね、そうですよね、そういうのもあるし、うん、いろんなノリがあるから、まあ、そこは好きな
抜き方でいいのかな。多分今の言い方だとずっと座ってるじゃないですか。ちょっと立ってうーんみたいな。いいかなみたいな。終わるかな。分かるでしょみんな。あの人何の歯だったんだろうって。ずっと座ってるけどみたいな。はい、じゃあそんな感じで、まあね、いろんなスタンスで別にね楽しんでいただけたら。そう、もういろんなスタンスで、もう本当に自由なんで、うん、私なんで、はい、別にルールなんか何もないんで。そうですよね。はい。じゃあここで改めて告知の方をしていただきたいと思うんですけど、はい、ですね、のミュージックライブ、はい、ワークアウトボリューム6、はいはい、日時は、7月20日、はい、あ、もうすぐですね、はい、祝日ですけど月曜日ですね。あ、そうですね、はい、うん、で17時半会場の18時スタート、トップバッターなんで私18時からおそらく30分やると思いますが、はい、でチケットは1000円です、はい、でワンドリンク600円という、はい、まあ、お酒も飲むようになってるんですよね。あ、そうですね。バーをやってらっしゃるので、あ、そうなんで、はい、はい、ライブ場にもなるよというところで、うん、はい、まあ、その会場は、ライブボックスのアンリミッツオース、はい、オース館の駅からすぐですね、うん、はい、これ僕もねちょっと結構オースに足運ぶんですけど、はい、あれ知らなかったなと思って、で調べたら本当に分かりやすいというか、うん、私ですねこれ申し訳ないんですけど、はい、アンリミッツオースさんには、うん、地図まで見て調べていったのに、はい、分かんないんですよね。あれ ビル的なところに、ビル的な奥にあります、はい、重いこう、ありますよね、ドライブハウスみたいな、はい、この重い扉があるので、はい、ちょっと地図だけ探しても、最初、建物だけであれってなると思うんですけど、うん、奥にありますので、入り口が。はい、そうです、一応徒歩、まあ、1分ですけど、そんなかからないぐらいで、ね、でも本当にすぐですよ、本当にすぐです。うん、で、まあね、森さんを、まあ、ぜひ見たいという方は、はい、迷ってもいいように、はい、ちょっと早めに。ずっとその、ね、演劇でしか出てなかったので、はいはい、ようやくこういう場を、いただいて、本当に嬉しいんですけど、うん、ね、見たい方また違った、また違った私も見れるんで、はい、頑張ります。本当に精一杯頑張ります。全部オリジナルでいきますので、よろしくお願いします。はい、なかなかね、その全てオリジナルってなかなかないなと思って、ね。まあ、ないですよね、はい。そして予約の方はどちらが、あとね、はい、さっきのアニミツさんの、はい、ホームページがありますので、ちょっとそちらを、ね、ホームページお願いします、はい。このホームページの方にですね、はい、予約のリンクもありますので、そこから行っていただいてもいいですし、はい、ツイッターのアカウントも。アカウント、あ、はい、じゃあ、それ出ますかね。森レジェンド、はい、こちらですね、はい、このアカウントに私にはまたいただければ、はい、それも予約になりますので、うん、あ、そうですか、はい、はい、ぜひね、お気軽にこちらの方に連絡していただいて、はい、どうぞメッセージをいただければと思います、はい、お願いしたいと思います、はい、じゃあここまでは、こちらですね、ミュージックライブワークアウトボリューム6に参加されます森レジェンドゆうきさん、ありがとうございました。ありがとうございます。では一旦 CM を挟んで次のゲストさんに行ってみたいと思います、はい、では一旦 CM です。ここからは続いてのゲスト、スペースボックス、よろしくお願いします。はい、こちらからみのりさん、よろしくお願いします。そしてモッチーさん、よろしくお願いします。なちゅりさん、よろしくお願いします。そして MG、よろしくお願いします。はい、なぜ今自分を紹介したかと言いますと、僕もやってるサークルなんですよね。うん、声出してんだよ。じゃあスペースボックスってなーに、なっちゃん。アフレコサークルです。はい、アフレコサークルは何をやるのかな。声の演劇をやってます。まあ某、あ、某じゃない、いわゆるラジオドラマっていうかね、それ声、それなみたいな。ツイッターじゃねえんだから声出して、声でいいからね。はい、そんなね、ラジオドラマ、まあ、いわゆるその音声だけの、まあ、芝居というか、まあ、演技、まあ、演劇というよりは、まあ、ドラマですかね、やるんですけれども、いわゆる
まあ、アニメとかとは違って結構その、まあ、映像がないだけに結構いろいろその想像を聞く人もやあとはやる側もね想像ひあの 広げなければならないっていうちょっとね大変なあの制作だったり、うん、したりするんですけれども今回、まあ、スペースボックス出てきたのは2回目ということで今回なんで来たのかって言いますと新作が発表されます発売されますカード裏返ったはい、タイトルをちょっとね言っていただきたいと思うんですけどちょっとチラシというかこちら本邦初公開タイトルは戦国妖刀伝ですはいお願いしますはい、どんなお話なのかっていうよりもまずなんでこの戦国妖刀伝が生まれたかと言いますとね、このね、ここにいらっしゃるですね、みのりさんがですね、あのとても戦国に、まあ、お詳しいというか、すごい好きだと。そうですね。ね、声張ってんじゃよ。その好きっていうのもあって、ぜひなんかその戦国ものというか、うん、ものをやろうかみたいなのが、すごい練習の合間の休憩時間にポロッと出て、うん、あ面白いですねいや最初は冗談だと思って、うん、面白いですねって言って、うん、あのロケハンとか古戦場行きましょうよって言って行ったら本当にロケハン行くことになって、はい、次戦国ものだから あれ本物だ本当だったんだと思って、うん、本当にそこから話が展開していって、まあ、だから それこそこの、まあ、サークルにみのりんが、はい、あみのりんと言うんですけどみのりんが、まあ、参加するようになって、まあ、できたと言っても過言ではない過言ではないそして、脚本はもうおなじみの、まあ、根月ですねはい、はい、一緒にあれでも彼女、まあ、根月さんの方は結構そんなに今まで戦国ものってなかったんじゃないかなって確か最初の頃そんなこと最初の頃ああ、うん、マシンカーブレイブとかねその前作ね前作の、うん、確かにそういう戦国ない、うんだからその辺に対して、まあ、なんていうかその歴史ものって言ってね、あの急にあの信長のロボットに乗ったりとか、なんかね、女の子ばっか出てきて、なんか急に服脱ぎ出すとか、そういうのじゃなくて、全然そういうのがあるんじゃないかな、そういうなんかね、なんかその歴史、逆らったじゃないけど、いうのじゃなくて、やっぱりそういうの嫌いなんだよね、確か。まあ、基本は流れが。最近もういいやってなってきて。あ、そうだ。そうなの？妥協した？もう妥協せざるを得ないというか、もうしょうがないよねって思うよね、うん。まあどうせドラマとかそういうものを作るんだったら創作を入れるのはしょうがないしっていうのを最近思うようになりました。あ、はい、まあなんかね、みんなイケメンばっかでね、なんかいいんじゃないですか。馬がもう馬がサラブレッドとかね、関係ない。そこね、なんか実は木曽馬とかもっとね、ごつくてね、ごつくてちっちゃい、ね、ちっちゃくてね、いろんな馬がいるんで、それから土着の馬っていうのがいるんですけどね。あ、まあそれは置いといて。じゃあちょっと今回 その戦国妖刀伝どんなお話なんでしょうか。うん、そうですね。はい。舞台がまず戦国時代で、うん、その妖刀と呼ばれている鬼一口という刀がありました、はい、この真ん中にちょっとねありますけれども、はいはい、それを巡るお話でして、うん、その刀に因縁を持ったこの登場人物がちょっと見えてますけど、うん、彼らが集まって、うん、天妖天妖じゃないですかしっちゃがめっちゃいろいろ、 いろいろ難しい日本語ですけどね、はい、話が紡がれるということですね、うん、で今ちょっとね登場人物出てるんですけれどもみのみんさんはどれなんでしょうか、私は、青い髪の、はい、ポニーテール、はい、一つ結びの子ですね、はい、袴履いてる前におる子ですね、うん、一番手前にいる子、ね、そうですね、まあ、いわゆる主役ってことだよねああ、はい、そうですねそうですよね恐れ多く ちなみに、役名はリンと言います。リン、おお。そして、こっちに言いますナチョリさんはどんな役をと言いますとこの中だと真ん中そうですね、その頭の頭の向こう側の男の子の凛の頭の横の白い髪のそうですねツンとした分かりやすいですね、はい、で、役名はゆきちゃん、ゆきちゃん、はい。そして、僕がですね何に出てるかと言いますとその上ですね、一番上にいるちょっと傘をかぶった怪しげなロン毛のこれロン毛なんですけど、ロン毛なんですけど実は坊さんなんですよね、はいはい、ちょっと最初のラフスケッチが普通にねスキンヘッドのまあお坊さんだったそうしたらなんかちょっとこれはね実はただのお坊さんじゃなくてちょっと謎を秘めたお坊さんだったりするんでっていうこともあったのかな。いろいろしていくうちに髪が生え、気づいたらそのロン毛になってね、うん、だんだんちょっと某ペダルのなんか緑の髪の
ま、マフィンちゃんにちょっと似てるとか似てないとかね言われたり、まあ、僕が言ってるんですけど、はい、ちょっとその謎を秘めた役なんですけれども、ちなみにモッチーは私ですか。私です、はい、私はですね、この中にじゃあジャケットにはいないんですよ、うん、まあ、いわゆるね、いわゆる脇役っていう、はい、っちゅうやつでして、うん、まあその主人公の隣にいる、うん、はい、まあ、男の、はい、当時というんですかね、当時という男の、はい、まあその上司ですね上司、はい、城の主、いわゆる殿様的なね、この声をちゃんとね生かしてということで、あ、そうだ、今回のその作品の PV がちょっとあるということなんで、はい、もううちの代表が頑張って今朝それが本当に仕上がったばかりの、はい、ものがありますので、ちょっとねご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。やっと見つけた、父様の魂の刀。渡してもらおう。その刀は刀、仇、そして切り札。ない、やっぱりない。あれを見つければ一攫千金なのに。私が戦う。姉様は下がって黙っていた。はい、待った。どうせ戦うならこの馬鹿げた妖刀騒ぎを収める手伝いをしてほしいんだがね。これは妖刀なんかじゃない。待て、そんなことをしたら。いいからさっさとやっちゃってよ。型を完成させて呪いを解いて、そうしないならあなたたちを殺す。よくもやってくれたな。アフレコさん、スペース戦国だろう。刀は呪われてなんかいない。そうであってほしかった。だからはい、ということで、こんなねちょっと雰囲気がなんとなく分かったかもしれないんですけれども、あ、ちょっとその前にあのちょっと書き込みいただいた方があるので、お、ねねちゃんだ、お、女性陣浴衣かわいいですって、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、ちょっと言わせましたけど今日も一応浴衣会で、ね、あのレジェンドはちょっとなかなか生きながらちょっと若干ハッピーに見える。レジェンド会の浴衣、レジェンド会の浴衣、ちょっとごめんね、それあのね、なかなかちょっと普通の人は着れないリズムじゃないですか。誰も着ないでしょ、これフォローが難しい。フォローが難しい。はい、あ、でね、今ちょっとあのチャット字があのあのキャストとかね、いろいろ出ましたけれども、ちょっと気になった方がいたかもしれないんですけれども、まあ、キャストの中に、まあ、我々の他に、実は結構100円の方がねたくさん出てらっしゃって、結構スペースボックスの練習の方に顔を出してくれる、よく出してくれてた今ね、ちょっと実はあの高校生で演劇部でちょっとこれから大会だということで、なかなかね出ていただけ来ていただけない方、あの来ていただけてないんですけど、夏音さん、はい、あの時まだ中学生だったのかな、ね、初めて来てくれた時はまだ中3で、ね、今高校生になって、うん、そうだ演劇部に入ってっていう、そんなことか、まあ、いろいろその客演の方がありますので、そちらも楽しみにしていただきたいのと、とうとうあのスペースボックスやってしまいました。今回の作品主題歌がつきます。おお、そしてちょっと拍手が弱めな方がね一人いるんですけれども、ちょっとね聞きながらやっていきたいと思うんですけど、ちょっとねスタジオには実は聞こえない形になってるんで、はい、聞きながらやっていきたいと思うんですけれども、こちらがですね、さっきちょっとテロップ出ましたけれども、どなたが作曲されてるんですか。はい、一郎さんというのは廃墟文芸部の、はい、なんとコラボが出現しました。ありがとうございます。で、作詞の方は先ほど言いましたけども、ね、なんとこの作品の作者が 作詞もしてしまったというゲスト、はい、で、肝心の今ちょっとね、聞こえてるかな、歌ってるのが誰ですか。
こいつ C なんで聞こえてると思うんですけど、歌ってるのは誰かな、誰かな、みのりさんですよね。はい、ちょっとね、まあ、どうしよう、急に撮って、あのスタジオ撮って、収録が終わった後もずっとその歌がずっとずっと大変でした、うん、本当になんか同じ、ね、ところを繰り返し歌ったりとか、ここは良かったからちょっとここをちょっと見たり見立てみようとか、なんかいろいろあったんですけど、もう一つありまして、じゃあこれなんだって思うんですけど、これ何ですか、なちゃん、わかりますか、もうちょっと詳細に言わないとあのさっき の, あの出てくるね、あの刀が妖刀鬼一口っていうのが、まあね、一つコンセプトがあるから、今度は妖刀、妖刀もう一口、もう一口っていうことで、まあこれなんかね、パフェ的な棒をね、どこどこどこ、百通貨幣とか、ね、ね、あるような、そのでかいパフェを持ってるんですけど、ああ、そうだ、ちょっと、まあ、なんとか、まあね、そこにね、あの、まあ、実はそこが舞台になってる、なんていうか、その当時の、まあ、当時というキャラもいますけど、当時の、あの人たちがそのまま、なんていうか、現代に来ちゃったみたいな。で、生まれ変わったんじゃなかったですか、生まれ変わったか。その来ちゃったら、その来ちゃったら、時代錯誤みたいな、ちょっと、もう、ここで、ここで殴り合いとかそういうことになっちゃうかもしれない。切り合いになっちゃうから。あ、そうそう。あの、また違うね、パラレルワールドみたいな感じで、まあ、なったらどうなるってみたいな、やるわけなんですけど。みんなが生まれ変わって、うん、なんと、高校の同級生、同じクラスのお友達に、うんうん、はい、設定。私は同級生になれなかったですそうだね。はい、そうなんですよ。で、ちなみに僕の、お父さん、うん、ひたすらの食べさせられるで、これね、まあ、今、まあ、絵というか話の途中でちらっと出ましたけれども、これのね、あのロケ班に実はさっきね、あの戦国時代でね、そういったあのところにも行きました、行った、まあ、メンバーもいますけども、実はこれ収録の前に実は行きまして、食べましたね、食べました、いっぱい食べましたね、あ、うまい、すごい、もう全然大丈夫って言って帰ってから胸焼けしましたね夜やばかったですね、これは。私は全然平気です、大丈夫だった、うん、まだまだ行きます、マジで俺は行ってない、行ってないよね、ロケ班行ってないですね、もう俺自慢ですよ先生が できたかもしれないんですけれども、はい、じゃあそんな作品がいわゆるそのオムニバスというか、まあこれはどちらかというとそのボーナストラック的な、そうですね、感じはありますけども、結構ね、ちょっとおふざけな部分であったりとか、あと結構そのラジオドラマの面白いところって、本編撮った後のあのガヤ撮りとかあったんですよ、結構いろんなねシチュエーションでね、長かったね、本編より長いんじゃないかっていうね、収録時間めちゃくちゃ取ったもんね一つだけすごく長い時間がありましたけど、なんかグループに分かれてやったんですけど、はい、なんか 3つか4つかグループあって、その中の2つのグループがとんでもなく興味深いから代表が伸ばしちゃうみたいな、そんな感じのがあって、うん、そのねグループにいたのは僕かな、僕メジャーさんとわしです、ね、そうですね、うん、まあ、あとはなんかね、その某にパラダイスに行った時に、そのね彼女と、まあ、彼女というか付き合ってる人と行ったら、そこで実は本当の彼女さんと出会、あの出会い頭というか出会ってしまったって言って、その後の修羅場とかね、なんでこんなに撮るんだろうガチで怒ってくるからねどんだけ面白い話に行こうと思ったのに、ダメでしたね、ダメですよ、ダメです、ダメです、浮気はダメです、はい、まあ、でもガヤは、うん、あの戦国の方でも撮りましたよ、うん、そうだね、うん、もう戦国の方何を言っていいのかさっぱり分かんなくて、うわーとかやられたーとか、海鮮だーとか
それっぽい、そう、それっぽい言葉が、うん、それをね、いろいろごっちゃにしてガヤっていうのは、まあ、作ったりするんですけれども、それがね、結構意外と声がポーンと出てきて聞こえちゃったりするんで、その辺はちょっと聞いてるのも楽しみなんですけれども、あ、結構ね、あのチャンバラシーンというか縦のシーンとかね載せましたけれど、本当にね、あのおもちゃのチャンバラ刀持ってきてやりましたね、パッとやりましたね、体力使いました。それでもやったらね、結構その掛け声的なね、ものがよくできた。あの格ゲーの格ゲーのはぁ、あ、ふわっと、うわみたいな、なかなか普段出さない声とかね、はい、それもやってみたりしたんですけれども、ちょっとね、ここで告知をしていきたいんですけれども、じゃあまず日時とかですね、料金とかちょっとその辺をお願いしたいんですが、せっかくモチベ詳しいですか。はい、お願いします。まず日付、はい、7月19日日曜日なんすかコミックライブ、コミックライブ in 名古屋ユニゾンですはい、まあ、こちら、はい、まあ、11時から15時まで、はい、で入場料900円と、はい、はいはい、会場は、会場は大詰めして名古屋でございます、はい、青波線で金城不動駅下車徒歩5分ということで、でちなみにちょっと今出てますけども、たくさんね本当にスペースが、まあ、ありまして、スペースボックスで、スペースボックスのスペースナンバーは F15 ということで、はい、こちらをね目当てに来ていただきたいと。結構広くてブースたくさんあるから分かりづらいと思うんですけども、いろいろポップとかね、うちも立ててると思いますので、そちらをちょっと目当てにして来ていただけたらと思います。そして、なんとちょっと特典というか、あと料金ね、あの商品のちょっと料金とかも言っていきたいと思うんですけれども、それちょっとまたジャケットを出していただいてどうでしょうか。はい、こちらのですね、戦国妖刀伝1枚500円はい、ね、前の作品もそうでしたけどね、基本500円でということで、で、特典、購入特典がございます。こちらです。来たー、かわいい、かわいい、これは、はい、なんと缶バッジをですね、お買い上げの方にも缶バッジ1つがつきますそして全、ね、これ今出てます、2種類あります。でちなみにこれ、僕がやってる矢一郎は左の方ですね、あの上の方でひっくり返って、ちょっとアヒルかな、なんか現代っぽい方、なんか完全におじいちゃんっぽいね、ちょっと白髪ねえ、ちょっとおじいちゃん仙人っぽいですけどね、もうなんかひっくり返ってね。でちなみに、バッジ単品はですね200円で、CD お買い上げの方はプラス100円ということで、はい、購入いただけるということで、ぜひねこちらをまあ揃えていただきたいということで。特典あるよ、ワンコインじゃない、ワンコイン、あ、ねえ、うん、特典ある、うん、2コイン、うん、でもね、500円で買っていただくと無理は1つはつきますからね、バッジは、はい、500円で1つつきます。で、ちなみにもしかしたら前回もあったんですけどもMC のブロマイドが新しく、いや、残ってるのがつくかも、まあ、これは拒否も可能なので、あの、ね、ちょっとちらっとちょっとこうやってあのアルバム置いとくんで、もしかしたら今日ちょっと撮るかもしれないですけど、私が撮影してますので、はい、また赤字覚悟でいくんですか。赤字自腹ですみたいなね、はい、やっていきたいと思いますので、はい、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、じゃあここまでは、あ、コミックライブのね、ホームページがありますので、ちょっと見ていきたい、はい、こちらですね、詳しくはこちらの方まで。時間とかね、結構限られてるので、早めに来ていただいて、あと結構ね、たくさん人が見えると思うので、あと、皆さんこうね、今日浴衣で来てもらってるんですけども、当日、なんと、みんな浴衣で対応できたらいいなということで、はい、浴衣でお迎えしたいと思いますので、ぜひ足をお運びくださいませ。はい、じゃあここまでは、スペースボックスから、みのりさん、もっちーさん、なちゅりさん、MC、ありがとうございました。じゃあですね、ちょっとこのまま氷の質問コーナーに行ってみたいと思います。レジェンドもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、このコーナーは、そうですね、もう、お互い測っていこうと。結構もう打ち解けてるんですけどね、意外とね、人数もありますけども、うんうん、結構ね、もう打ち解けやすい方なんで、登場人物ですからね、ポーズね。そうですね、出てるか、これ出てるんだか、俺の声、あ、自社化はい、行ってみたいと思います。じゃあ最初の質問はこちらです。お、レジェンドさんから来ましたね。お、一番好きな歌は何ですか。そうですね、お、ちなみにレジェンドは何か好きな歌。そうね、まあ、あとはね、その影響を受けたとか。影響受けたやっぱね、やっぱロックだね。ロックそうですね、はい、うちのユーヤもそうだし、ああ、ユーヤさんやっぱね、いろんな影響を受けてる、うん、
国内なり海外なり、もうニルバーナとかそういうこと、ああ、ビートルとかもいろんなところから影響を受けて、今の俺が出来上がってる。めっちゃ興奮してますね。そこはね、もう語り出すと止まらないところ。語り出すとね、止まらないが、うん。じゃあなっちゃんはどうですか？なんか一番好きな歌。家入レオちゃんが大好きなので、この中でもミスターっていう歌がすごく可愛いので大好きです。なんかかっこよさもありつつ、はい、なんか可愛さっていう、はい、ね、そこがねいいよね。うん、なんかルックスとかも。ね、ルックスも可愛いしね、はい、いいジョンさんということで、ちょっとね今音がしてますけど気になさらずに、はい、じゃあ続いてモッチーは、やっぱりね日本人なんでね、うん、まあ君が代ですよね、あそうか、本当か、渋いね、渋いね、冗談ですよね、冗談っていうのはあれ、はい、冗談か、うん、あんまり歌聞かなかったんですけど、高校とかまで、うん、まあ大学に入ってから、うん、今特に聴いてるのが、うん、ウーバーとか、あー、スパイアとか、うん、そういう系を、結構その男性の、まあ、若手の、まあ、若手のなんか自分が低い声だから、うん、高い声の人をなんかこういう声出してみてえなっていう憧れも込めて、思うよね、はい、本当になんかカラオケで歌えないんだよね、歌いたくても歌えないから、うん、まあなんか大人っぽいなんか、うん、しんみりした曲を歌ってなんか、ね、我々が歌うと多分ねムード歌謡が一番ねと思うんだよね本当に本当そんな声なんだけど、ね、でもやっぱりそういうところに憧れちゃったりとか、ある意味そのレジェンドもそうかもしれないですけど、やっぱりその歌手とか、うん、やっぱりその自分の出せない声だったりとか思いとかの代弁者的な部分があると思うんですよ、うんうん、そういうところでやっぱり憧れるっていうのは絶対自分と違うなんかジャンルというか、もう声高いとか、まあ、かわいいね、なっちゃんはまあかわいい、別にかわいいのはちょっといいんで、あっ、はい、別に、はい、うん、ちょっと かっこいいってくれ、じゃあみのりは、うん、私は特定の歌手の方とかそういうのが好きで、そう、うん、あのアルバムをまとめて買うっていうタイプではなくて、あ、いいなって思ったのをこう、うん、つまんで聴いてるタイプで、いや、やっぱり戦国のホラー街の音とかおーおーおーみたいな、それウォークマンに入れてたら怪しくないですか、お漏れしてるけど気になっちゃうそれはないんですけど、はい、うん、最近はアマザラシのジブナイル、はい、あと空っぽの空に潰されるとかですかね、うん、結構なんかノスタルジック系でもないかな、どうかな、なんでしょうね、私は割と、うん、あの歌とかよりも、うん、BGM とかそういうの聞く方が好きで、あのインスト音楽とかすごい好きなんです、はいはい、結構インスト的な音の方が、そうです、うん、おー、じゃあ歌といってもやっぱり、ね、いろんなものもありますけれども、うん、はい、じゃあ続いての質問に行ってみたいと思いますが、お、ちょっとこれはこの後の質問かな、うん、はい、ちょっと待ってくださいね、さっき出ちゃいました、さっき出ちゃったけど、ね、出ちゃったけど、ちなみに吉江さんはどんなと思いますか、僕はね、世代が分かってしまうんですけど、TM ネットワークっていうですね、名前は聞いたことあるかな、ゲットワイルドとか、シティハンター、分かるかな、分かるかな、その中 あのシティハンター2のエンディングの曲があるんですけど、スティル・ラブ・ハーっていう曲があって、ちょっとまた後で、すみません、ツイッターであのまた流します、はい、その曲があって、うん、すごいなんかね、あの、イギリスをイメージした。あの本当にメンバーがイギリスで本当に活動っていうか制作をしてて、そこでまあ作ったような、まあ、2階建てのバスとかいうのが出てくるんですけど、すごいノスタルジックというか、まあ、なんていうか憧れ的 なんかイギリスって、まあ、そういうのがあるんですけど、結構なんか日本の風景にもなんか合ってきちゃうような、ちょっとその冬の、そうですね、真冬の曲だったりして、まあ、これから春になるのかなみたいないうのが感じる曲だったりするんですけど、うん、すごくもう染みる歌で、結構最近のライブでも歌われててね、すごいあのファンの間では人気の曲だったりするんですけども、ね、シングルの B 面とか、まあ、B 面って言わないか、まあ、B 面って分かんないですかね、まあ、いわゆるカップリング曲だったんですけど、うん、そっちの方が結構好きだったりとかするんですけど、はい、ということで、はい、じゃあ続いての質問に行ってみたいと思います、はい、うん、ざっくり夏といえばね、まあ夏だからね、これ実は、みのりからかな、そうですね、みのりから夏といえば、あ、私からですか、うん、まあ例としてうーん、夏といえばまあいろいろありますけど、まあ、浴衣、浴衣は持ってないんですよ、あ、これは急遽あの、はい、こしらえた、こしらえた、私がみたいな、はい、ものなんですけども、うん、はい、夏といえば、夏
といえばやっぱり冷たい食べ物ですかね。でも私はあんま食べないんですけどね。あれ？あの胃腸をよく壊すので。あんまりちょっと冷たい、あの冷やさない。かき氷とかちょっと。わかります、わかります、わかります。あ、ちょっと一つ食べたくないです。全部ちょっとね分けて食べたいぐらいです。あの溶かしてからこうやって飲む。飲みたいなっていうぐらいに。氷水っていうか冷たいシロップみたいな。そうです。もう一応冷たい。激甘。じゃあレジェンドどうですか。お、じゃあ、はい、夏といえば、夏といえばやっぱり、うん、ロックション、やっぱ、ロックロックション、ロックロックション、ロックション、やっぱ野外だから、できるでしょ、うん、やっぱこう、え、どうした？どうしたの？大丈夫ですよ。野外でロックできるから、だからそのロックがその野外でそのすごいことになるじゃない、うん、なりますね、すごいこと、すごいことになるじゃない、素晴らしいことになるでしょ、はい、うん、あれ？あ、そうだ、忘れてた、あ、そうだ、ね、レジェンド、実は、ね、野外といえば、ちょっと、それは忘れてた、今言おう、いやいや、いいんですか、いいですか、いよいよ、8月13日、はい、新舞子で、はい、実はやるんですよ、おお、はい、実はその、ビーチになるのかな、まあ、そうですね、新舞子なんで、ね、うん、本当に特設会場みたいなところで、うん、またこれも歌うんで、はい、1万人ぐらい来るらしいですよ、わお、1万人の前でなかなか歌えないですからね、もう1万人なかなか歌えないで、うん、まあ、とにかくね、うん、大丈夫かな、結構緊張してる、いや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 、何だよ、俺の心を、そう、俺の心を、そう、叫ぶだけだから、叫ぶだけだから、多分大丈夫だと思うよ、大丈夫、目が泳いでるじゃあ続いてモッチー、はい、どうぞ、まあ、さっき出た冷たい食べ物なんですけど、うん、あの結構ツイッターとかでも言ってるんですけど、うん、私チョコミント大好きなんですよ、ああ言ってる言ってる言ってる、うん、でそのなんかまあ、チョコミントって言うと、うん、周りの人が大体歯磨き粉って言うんですよ、あ確かにね、うん、もう歯磨き粉っていう人は敵なんで、ちょっと敵が増える時期でもあるんでちょっと高いんですけどなるほどね、はい、まあ、やっぱり冷たい食べ物風呂上がりにチョコミントのアイスを食べるとか、うん、でもスッキリするよね、スッキリします、もうミントがね、うん、もうミントのスッキリしたやつとチョコのちょっとした甘みがマッチしてなんかグルメリポーターみたいになっちゃったんですけど、でも本当にチョコミント大好きなんです、はい、チョコミント推しということで、チョコミント推しです、はい、じゃあ続いてなっちゃんはどうでしょうか、うん、お祭りです、あ、いいね、うん、お祭り大好き、ちなみにどっかお祭り、まあ、例えば毎年行くよとかあります、毎年地元とかなんか近くでとか、熱田お祭りとか、あ、もう終わっちゃってね、6月結構早いですよね、あれ6月初めぐらいですもんね、そうですね、うん、と、もうすぐ港祭りもありますし、あ、ありますね、うん、あと中村区の太閤祭っていうでっかいお祭りがあるんですけど、うん、名古屋のね、中村区その辺に住んでたので、はい、よく行ってました、うん、おお、結構なんかちょっと離れてみると懐かしいみたいな、はい、そうなんです、うん、まあ、ね、花火大会とかもこれからシーズンですからね、ただね、台風とかね、結構なんで週末に来るんだっていうパターンなんですけど、結構あの地元、僕はあの岡崎っていうところに住んでるんですけども、そちらの方もすごい有名な花火大会が8月の1日だったかな、ありますので、ぜひ、ね、足を運んでいただきたいんですけど、毎年のように結構ね、あの雨が降りますんで気をつけて、雨雲も持参ということで来ていただきたいと思います。じゃあそろそろお時間ですかね、どうしましょうか、そうですかね、はい、じゃあですね、じゃあ次回の M ジャンなんですけど、ちょっとまだね、実はあの時間が決まっておりませんで、またあの改めてお伝えしたいと思うんですけれども、あ、まだまだ大丈夫、まだ大丈夫です、まだ、そうなんですよ、まだちょっと質問がありましたので、じゃあ続いての質問に行ってみたいと思います、よろしいでしょうか、お、なんかザルマさん最近面白かったことはありますか、ちなみにレジェンド何かありました？いやまあだって面白くいいことがないとね、うん、人生楽しくないですから。そうですよね。うん、あの僕なんかあの普段ね、こう稼ぐために仕事とかに行ってるんですけど、ね、仕事先でもやっぱいろいろあるわけですよ。いろんな方がね、前もちょっとね、あの飽きないんですよ。うん、はい、あのこの間もなんか最近新しく入ってくる人が多くて、うん、でその中になんかね、はい、言える人、ランクじゃないけどその壁に覆われてる机があるんですよね。はい、でだから前に誰もいないじゃないですか。はい、壁しかないから、うん、でも話してるんですよ誰も。うんなんかこう、ビビビビビ話してるんですけど、誰もいない、うん、おはようございますって言っても、うん、みんなおはようございますって言っても、うん、もう鹿道へ、なんか喋ってない、で、朝礼のチャイムになるんですよ、うん、なんで、うん、で、集まるじゃないですか、うん、集まるんですけど、来ないんです、来ない、会話してるおはようって言うと来るんです、うん、で、また終わったら、入っちゃうそうか、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 
仕事してるんですか、その人。そう、仕事はしてると思う。多分仕事はしてると思う。なんかずっと読んでるよ、メモみたいな。メモみたいな。で、片山向こう、立ってこう、うん、ずっと、うん、上の方向こうの方を見て、30分とか。へぇ、それはちょっと怖い。なんか面白いというか、なのか、ね、不思議というのかなのか。それ他の従業員の方は認知されてるんですか？ちゃんとしてる、ね、自分しか見えないそうだけど。もうアンプル了解だから、もうおかしな雰囲気。なんかちょっと困ったもん。同僚としてはね、まあ、仕事もあるのかな、ね、全然仕事しないんですよ、その最悪ね、そろそろちょっとどうなるかっていうのがありますけど。じゃあ、ね、じゃあなっちゃんなんか最近面白かったこと。中学の時からの親友がいて、うん、はい、うん、で、なんか普段しっかりしてるんですけど、うん、たまにポロッと天然発言をかますんですよ、うん、で、この前なんか普通に道を二人で歩いてたら、うん、突然タカが爪を外すって言い始めて、え？え？みたいな、はい、うん、え、もしかしてノアルタカは爪を隠すって言ったら、うん、あ、それそれって言って、でもひとしきり笑って、あは、もうしっかりしてよって言ったら、え、で、タカは爪をなんだっけとか言って隠さずっていうか、いや隠せよって逆やろみたいな、あっていう いるよね、そういう子。なんか なんか本当普段しっかりしてる、なんかとんでもない、なんか急にポロって言ったことがすごい抜けてて、まあ、最初そのなんていうか鷹の爪とかそういうことを言いたいのかなと思ったらことわざ的なね。もうなんか10年目なんで知り合って、うん、だんだん何が言いたいか分かってくるんですけど、うん、はい、たまにちょっと理解できないまだまだ奥深いみたいな。じゃあ続いてもっちはどうでしょう。まあ、最近っていうと、うん、まあ、最近もなんかレポートとか忙しくてそんなに面白いことないんですけど大学生なんでね、はい、ちょっとまあ最近っていうと僕でちょっと多くして、はい、大学に入ってからっていう話にちょっとさせてほしいんですけど、うん、はい、なんか高校まではまあ真面目だったんですよ、割とまでは、うん、割と真面目だったんですけど、その演劇サークルとか、まあ、一応自分をさらけ出さなきゃいけないわけじゃないですか、うん、演劇って。それでまあ、とある役でオカマとかやっちゃって、それで後輩たちに自分のイメージがオカマっていうなんか、まあ、あれついちゃったらしくて、うん、なんか演劇のサークルとかで、うん、あのエチドとかやるときもなんかその後輩とかが決めてくれるんですよ、役を。そうなんかエチュードで決めてくれるんですけど、はい、大体言われるのが、うん、なんとかなオカマとか、 なんかカップル の、 あの彼女みたいな、はい、なんで俺男の役やらせてくれないのっていうのがあって、うん、俺いつからそんな道間違えたかなっていうそれも最初のなんていうかね、まあ、ちょっと自虐ネタになりますけど、まあ、オカマっていうのが最近面白かったかなっていうでも案外そのまんざらでもないみたいな、まんざらでもないです、まあ、みんながね注目してくれるんで、うん、まあ、ちょっとオカマで注目するのはちょっとどうかなとは思いますけど、まあね、でもね、実はスペースボックスのね前の作品、まあ、これもね多分あの当日持っていくと思うんですけれども不幸大数少女、あ、宇宙人×宇宙人×不幸大数少女っていうので、まあ、ちょっとねあのお店ちょっともう何よとかこんなことやっちゃって、ね、もうなんかまたこれやってんのかって言われてだからやってるよって。まあね、だからうまかったのかって、なんか誤解を招く発言はやめてくれないか。かっこ納得みたいな。でもね、今回はその上司ってことで、まあ、大人らしいというか、ちょっかまじゃないですよ。ちゃんと、まあ、いい役だったんですけど、うん、まあ、その、まあ、ボーナストラックの方で、なんかちょっと、ちょっとね、やばいことをね、ちょっとね、ちょっとなんか最後の方に、うん、ちょっとキャラと外れることをしちゃって、ね、ちょっとあたりね、まあ、やっぱりなんか普通の役はもらえないと思うんですよ、私は。おかまでは、おかまでは、まあ、まずおかまっていうか、まともな役じゃないと思ってるから、うん、もうおかまですと言えるようになったら終わりだと思うんですよ。もう吹っ切れちゃったみたいな、ね。性別は出るとおかまですと、すぐに言っちゃったらもう自分はおしまいだと思っているので、今言っちゃったけどね。いや、今は家庭の話なので、まあね、大丈夫です。はい、ちょっと男として生きていくんで大丈夫です何宣言してるのか。はい、じゃあ続いてみのりにはどうでしょうか。うん、私はそうですね、うん、はい、この前京都旅行に行きまして、いい、ね、あ、同年代の友達と2人で行ったんですけど、うん、女子、あ、女の子です。で、なんかその私たち今あの就活中なんですけど、ね、ね、就活中なんですけど、うん、旅行の時は忘れようね、就活のことは忘れて楽しもうねって言ったんですよ、うん、
はい、で京都 の, その旅行の中でたくさん行ったんですけど、うん、その中に一つ八木亭というところに行きまして、まあ、知ってるご存知の方はまあご存知だと思うんですけど、うん、新選組関連の場所で、うん、まあ、初期の頃の新選組がそこで熱を待ったかして、豚書というわけではなくて、あ、豚書です、あ、豚書なんだ、あ、はい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 、あの芹沢鴨というね人がいまして、うん、その人が暗殺された場所です、あ、はい、そこ嬉しそうでしたね人死んでんだよ人死んでんだからね、はい、まあそういうとこに行きまして、うん、そこってあの解説ガイドさんの解説付きなんですよ、あ、そうなんだ、はい、でそれでガイドさんが解説して、うん、その芹沢鴨たちが、はい、その森のところに、うん、その自分たちを雇ってくれて言いに行くわけですよ、うん、つまり就活ですって言ってあの私たち就活生だって一言も言ってないのにつまり就活ですって言われてすごくニヤニヤしちゃって多分ピンときたんじゃないかな就活生だみたいな、え、そんなすごいな、就活生オーラ行ってやろうあったのかな、なんか志望動機がうんぬんとかすごいおっしゃってて、うん、うわちょっと今思い出したくなかったなせっかくちょっと、ね、はめ外しじゃないけどちょっとね来てみたのに、ちょっとなんかその解説のおかげで、その芹沢とか近藤とかが一生懸命エントリーシート書くところを想像しちゃってそれでますますニヤキちゃって脳内保管じゃないけど、いろいろそっちに松平かたまりにあの面接しに行くところまでちょっとちょっとあの変なところで笑っちゃって、ちょっと怪しまれたかなって、全然怪しいものじゃないんで、まあ病気ですねあ、それで買ってきたのか、それ京都で、あ、そうですね、これ京都で買ってきたちりめんの種子です、うんうん、ちょっと今ね、見えるかな、はい、ちょっと変わりますかね、うん、おー、かわいい、これですね、ね、なかなかその髪飾りにするには楽しいな、ね、やつですけど、はい、結論としては就活から逃れられないという、そうですね、宿命だからね、追い立てられる的なね、ところはありますけど、はい、じゃあね、ここであの最後、もうこれで、1時間ちょっとなりますけれども、はい、ありがとうございました、ご覧いただきまして、あ、もうね、たくさんご覧いただきましてありがとうございます。で、次回の M ジャンなんですけど、ちょっとまだね、日時が決まっていないんですけれども、近々またあの調整していきたいと思いますので、はい、そちらに関しては、M ジャンのツイッターがありますので、はい、そちらをご覧いただきたいと思います。こちらです、はい、こちらのね、フォローいただきますと、今日の、アーカイブとか、あとね、講演までのあのツイッターもあのアーカイブのツイートもしていきますし、過去の、アーカイブのツイートもしております、たまにね、中華の写真とか、まあ、動物の写真とかね、いろんな写真載ってきますけれども、まあ、あれはあの撮られてません、僕が撮ってます急に出てくるかも、恥ずかしいセリフとともにね、そうですね、ちょっとまあね今夜も乗るのかな、今夜ちょっと食べてないんだけど、これから乗る、まあ、はい、まあ、それもね、まあ、お楽しみにしていただきたいと、こちらの最新情報もつぶやいていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、あと、M ちゃんでは、ゲストに来ていただくあのゲストさんを募集しております。こちらです。はい、こちらまで。で、結構実はあの声をかけていただいておりまして、またあの来月とかね、もう順々決まっていきそうではありますので、ぜひ早めにあの連絡いただけますと、そちらにね、合わさせていただけると、今日はちょっとね、回りませんけれども、はい、合わさせていただけると思いますので、早めに連絡をいただきたいと思います。はい、じゃあ、ここで改めて、今日のゲストさんを改めて、お話ししておりますけど、はい、大丈夫ですね。大丈夫です。大丈夫です。はい、じゃあ改めてご紹介していきたいと思います。じゃあ、最初に、来ていただいたのは、ミュージックライブワークアウトボリューム6に、出演されます、森レジェンドゆきさん、ありがとうございました。そして、私も含め、加入してます、スペースボックスから、みのりさん、もっちーさん、なつみさん、ありがとう、目視でありがとうございました。そして MJ でした、ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。